泣いてるやん。しんどい。泣いてる。頑張れ。いや泣くな。しんどい。お、めっちゃいい感じ。これ。これで、ね、あ、お願いします。1万円をこの貯金箱に入れてるえ、そうやろ、何よ、早くしてよ、よいそうやろ、動けや、あの、元ヤイマス下に126円しか入ってない全財産やもん、だってお前の全財産126円はもう、いけいけいけな、お母さん先に行ってお金出す言うてきて、渡す言うてきてるんちゃうんかい、人渡してんねやろうがなあ、だから縁かいるんかとか聞いてるやん、さっきからなあ、いいわ、お母さん関係ないし、お兄ちゃんだけでええしとか言うといてよな、ほなええねんな、行くで、やっぱりちょっとお母さん設置していいですか、お母さん設置かよ、おいなんやねん、入ってなやなあ、きちんと見て切ろうや、ちゃんとすなあ、なんやねん、自分のな欲求だけの企画の話やろうがよ、欲求、今日だけです、いいえ、何回目ですか、2回目でございます、いいえ、違うと思いますね、3回目でした、3回目これ時間がかかるからってさ、さっさと帰ってきて、東京からさ必死こいて必死のパーツで帰ってきてんやろがよ、僕もです、なあ、いや僕もですって、お前ついてきてるだけやないか、お前、はい、ごめんなさい、みんな予定があって動いてんねん、今俺の都合で動かしてないのか人、はい、ぼーっと立っといてカメラも見たら設置もせん何もせん、おいって待ってて、お兄ちゃんがやってくれるの待ってるわって、お前食べきょんがすぎるんちゃうんか、全部なあ、そんなもん何にも聞いてよ、まあ、今言っても今言うまでに、さっき言わんと、ここで仁王立ちで何分待って待って、企画内容自体ドッキリじゃないから、ドッキリでも何でもないしな、頼んでみたいです、ちょっとドッキリ仕掛けるからさ、ねえ、ウケですね、ドッキリ仕掛けるからさ、何のドッキリかなって思ったら、金稼いだけやんけよ、相手にみんな言うんじゃないのかよ、あっち向いてごめんってね、あ、こっち向けよ、ほら、なあ、人になお願いする態度じゃないしね、あんた何もせんじゃん、します、やります言うてやれへんのが一番たちが悪いとします、なあ、お金ないのにさ、あとご飯食べに行って、何、焼肉行きます、はぁ、焼肉行くために金が、あぁ、お前肉のためやんけ、ほぼ意味が、ごめんなさい、金がないにやったらマクドぐらいにしとっけ、アホハッピーセットで十分じゃハッピーセットにしてください、はい、人にも金借りわかんねんで、泣いてはないけど、泣いてるやん、泣いてる、頑張れ、いやだからな、じゃバイトする、いや泣くな、しんどい、泣くな、あれはネタなの分かって、ほんま分かってるけど、うん、いや、しんどいかなと思って、うん、何がしんどいの、いろいろ、ん、何が、え、なんかしんどいことあった、バイトの方が無駄だしや、たぶん、うん、お前バイトしたことないから分かってんねん、あ、コンビニ行くよ、うん、うん、だからコンビニもっとしんどいからやめとき、コンビニ、カリンのもしんどい、じゃあカリンのしんどいだけど、それが俺が借りてくれたってドッキリがおもろいから、うん、だからもう俺らが兄やから、何もでも金は貸してるし、じゃあお前は絶対返せんの知ってるから、うん、お前それ以上の価値あるからごめんやけど、お金借りるって言って、君が動画頑張ってるし、君が動画編集してるの知ってるから、何分でも貸してるよ、でそこはバイトは20、30でもできると思うけど、君の今の人生の大切な時間って帰ってこないし、今この期間で帰ってくることないから、で君は今何十万以上の価値持ってる、僕の中で、一緒に頑張ろう、はい、別にバイトな今できひんけど、しゃあない、君の影響力上できひんし、泣かんでもいいよ、いや今怒られたっていうのは、お母さんは連れて帰ってきたらっていうのは、今の俺のがミスのお父さんが怒られちゃっただけやん、それは別にごめん、
それはごめん。けど。うん。だからそれ別に、君あの人が怒ってるけどあの人は名演技なだけで、ほんまお母さんお兄ちゃんお兄ちゃんに怒ってるって分かってるから。僕真に受けちゃうタイプ。別に。うん。うん。だけど君は動画一緒に作ってくれた方が僕はいいと思ってるから、いいと思います。よろしくお願いします。いいですか？いやいやいや、で考えさせてくださいね。ただ目先の金を欲しがるんやったら、やばいぞって話。ごめんやけど。予定を合わされへん。何の予定を合わされへんの？友達のってこと。友達と？そう、友達とってこと。だから、明日朝撮ったらもう友達と遊べるやん。バイトしたからといって君が幸せになるとは僕は思えないね。絶対もっと死んだなんで。うん。だって今からまだし、だバイトしながら動画撮んねやろ？で、あれがネタって分かってないんやったら、お前、もうちょっと考えた方がいいって。ネタやって。ね、怒られただけで泣くん、お前やばいって。いや今、あれ怒られ方で泣いたら俺毎日泣いてんで。それ以上に価値があると思ってるからごめん。雇わして君を。じゃあこれでいいやろ、バイトしてることなんねんから。考えます。なんで？え、なんで？そう、考えますが分からん。え、なんで？世の中が怖いなって。いや、君バイトした方が世の中もっと怖いよ。したいバイトがあるならいいけど、ないんやろ？ほんじゃええやん、俺んとこ来いよ。お金貸してるって、将来返してくれるし、君は将来返せるほどの実力を持ってるから。指一本なら。T がか、お兄ちゃんの言葉ちゃんと聞いてきや。もっと、月1なら10万円。うん、月1で無理やから10万円なんか、貯まるわけないから。無理や、月1だったら1万円やで。もう今日2万円借りてんねん、これ。いや、無理やん。だ将来君とは大丈夫、ずっと一緒に共にするから、ずっと君と俺は一緒にいるから、俺ら三人は絶対一緒に乗るから大丈夫。だから別に君がお金貸して別に返してくれなくても俺は別にいいと思ってるし、正直な。うん、それやったらオッケーって顔した今。それでいいやんけ。オッケー、はい。だそれまでいつまでも貸してあるよ。だそれ将来お兄ちゃん返す動画撮ってよ。それ約束して。いいよ。はい。別に君たちがもっと世間を知るために、友達遊びに行ったりするのは僕は全然いいし、友達、君たち友達遊びに行くために、俺は何ぼでもお金出してるつもりやし、君が映画館行くだって、お金、ご飯食べに行くだって、もしかしたら好きなこととディナーしてるかもしらんけど、別に俺は、その社会経験としてはすごいいいと思うから、君は僕、俺は、お金出す価値はあると思ってるし、君はもっともっと違う世界を見れるし、見せるから俺が。三人でできるから。で、今お母さんのあの真に受けるのは違う。あれはお母さん上から下に上がっただけで切れてただけ。面白さは、うん、あれ面白い。下から上に上がったのを切れただけ。うん。それだけ。だそれを真に受けんとって。うん。受けなくていいし。だから君だから、そのもしお金いっぱい貸して、この3人誰か死ななあかんって言ったら俺先死ぬもん。それぐらい君のこと思ってるから俺は。だから別にそのバイトして、もっと予定が合わなくなって、もっとこうさんの動画がみんなに見せれないんやったら俺はお金を君に貸してでも、もし本当にしたいバイトがあるんやったらしてもいいと思うけど、そのただお金を稼ぐためだけに、コンビニでバイトするっていうのは、それは俺は違うと思うな。もっと君違う社会経験してるよねっていう。編集とか、いろんな、まあ人との関わり方とか、もっといろんなこと勉強してほしいから俺は。バイトもすごい大切なことやと思うけど、それ以上に、今はもっと知ってほしいことがたくさんあるから、そのためやったら僕はいつでもお金出すし、その時将来、借りたお金を、やる動画撮って。はい、約束。はい。はい、すずさんも。せーの、指切りげんまん、嘘ついたら、ケツパン6億回、指切った、はい、そと、あーと、黒いおじさんに、セメントで穴埋められて、お尻の中から、手入れて、奥歯ガタガタ言わして、奥歯ガタガタ言わして、奥歯の中から、ガーって、振動つけて、奥歯にタッチ ID つけて、奥ピーンってやったら、シリが口コーンって飲むから、シリです、こんにちはーっていうことをさせる改造をします。指切った。はい。これで君はもうできます。はい、立って。オッケー。君がバイトできないのは申し訳ないけど、あんちゃんめっちゃ、俺がバイトして稼ぐから。わかった？ありがとうは。え？オッケー、オッケー。行くぞ。今目がかゆい。かゆいだけかい！かゆかったんかい！そんなあんたもうあんな俺でもう毎日6回怒られてんだあんな。ありがとうございましたって言って、明日って何やねん。何がある？
もない。なんかあるっしょ。